私が何とかするから、ユナハはフロイライン D を追って。でも私は大丈夫よ、早く。あ、ユーリも行くです。待ちなさいです。フロイライン様には指一本触れさせない。あなたたちの相手はユーリがします。あなたが光の救世主といえども、たった一人の力でこの私に勝てると思うのですか？なーにこれ、どうしたの？コロニーの周り360度にワープアウト反応があるの。超重力反応も出てる。大きいわね。磁気嵐かな。なんということだ、すべてはフロイライン D が仕組んだことだったのか。絶望するんだ、まだ早いわよ。もう終わりにしましょう、ユナ。永遠のプリンセス号に速度を合わせつつ、艦隊陣形展開。オフェンスコンディションレベル1。ユナ、助けに来ましたよ。ユナさんを傷つける者はこの私が許しません。ユーリア、ミラージュ、なんとか皆さん間に合ったようですね。
ありましたね、ユナ。うん、でもあの人、また何万年もブラックホールの中で果てどもない旅を続けるのかな。ユナ、はい、じゃじゃーん。ユナ、来たです。お見舞いに来たよ。お見舞いってどうして？私あなたにあんなひどいことしたのに。それこそどんな罰でも甘んじて受けなきゃいけないよ。罰なんてそんな。いいえ、それじゃあ私の気が。じゃあ罰として美咲ちゃんは私と友達になること。怪我が治ったら一緒に遊ぼうよね。はあ、それ美咲ちゃんへのお土産じゃない。何すんのよ。違います、これも自分が食べるために買ったんです。あれ、そんな喧嘩しないで。はあ、ユーリ、またそんなにユナにくっついて離れなさいよ。どうでもいいけど、私たちの出番少なすぎない？でもセリフのない人もいますし。ユナさん、私はいつも仲間外れ、こういう役回りだもん。たく、めちゃくちゃだな。まあ、毎度のことですから。